皆さんこんにちは。恐怖の森がなんかアップデートされたみたいです。増殖ってついてます。はい、ツイッターとかで教えていただきました。早速いきましょう。なんでアップデートしちゃうんだ。はい、でアップデート、あ、何ここもう来るよね多分。アップデートされたっていうのはステージが全く違うのか。いやでも一緒、あ、もういるね、よしえさん来てるね。感動の再会しましょうか。これずっと引っかかってんな多分。あ、いや、あー引っかかってんねこれはね。こんにちはよしえさん。あー、これは、あ、引っかかってるね。よし、あ、びっくりした。今ゲームじゃないとこでびっくりした。横の壁がドンって言いました。誰か壁ドンされたみたいですね。行きましょう。よしえさんこんにちは。多分そんなゲーム内容変わってないみたい。なんか来ちゃった。あれでもなんか浮いて、何これ、あ、電気かな。で電池外、何これ。ただ今後ろによしえさんがいるから何もできん。っていうかこんなとこに木箱なかったよね。ここに電池置いてありましたよね。ここも違うの、あ、一緒か。もう来てない、あ、いるじゃん、めちゃくちゃ。やばい。ここ一緒だね。あ、これも一緒だね。基本的には一緒なのかな。ここ入ればいいね。あれ、あれ、あー、なんか中違ったけど。ただ初見でクリアできちゃったけど、なんかちょっと中違いましたね。これを開けて、よしえさんをこっちに引き入れて、あ、ここじゃダメ、ここじゃダメ、あ、もうちょっとこういって、こういって、あ、いけた、よかった。あー、基本的には一緒だけど、なんか中のとこ違いましたね。こんなんもなかったし、で、なんか岩崩れてるし、あとなんか宙に浮いてるし。何これ、電池なんですか、それとも街灯。街灯じゃないですよね。なんか置いてある、何これ、電池、え、電池じゃない、何これ、え、アイテムでもない。やべ、結構変わってます。ちょっとこっち行ってみましょう。あ、またなんかあった。何これ、これは何なんだ。っていうか、こんな木なかっただろう。あー、何ここ、あー、気持ち悪い。何これ、え、何これ、あ、竹だ。竹が生えてる。この森も成長 したんだな。電池ですね、あれは。電池ないもんね、取っとかないとやばいですね。で、ここにアイテムが、あれ、あ、1個足りない気がする。っていうかこれアイテムじゃねえ。何これ、よしえさんどちらへ。なんか浮いてるし、なんかおかしい。ああ、来た来た来た。びっくりした。振りかぶれば大丈夫ですね。こっちに寄せといて、こっち方面から行くと。で、電池が一つしかないので、ちょっと吉田さんに会いに行きましょう。いや、待ってよ。吉田さんいるのか？吉田さんいるのかな？あれ、どこだ？なんかある、あそこにも。え、なんか、あれ、何これ、変わってる。え、木生えてる。え、嘘。あー、やべ、来てる来てる。え、これ行けばいいの、行けばいいの。あ、あ、行けた。あー、変わってなさそうげ。え、いるとかやめろ。よし、あ、変わってない、変わってない。ここはあの時のままだ。あ、あ、これ吉田さんか。電池取って、吉田さんちょっと待って。今、助けます。あ、来てる来てる。いや、違うな。これ外にいんな。多分。で、ここにアイテム、ここはあるよね。よし。あ、で、吉田さんが出てきて、あ、びっくりした。こんにちは。チッス。電池ください。早く。よっしゃ。
陣地少なくない？絶対これ壁の向こうにいますね。こっちにいるね。だからちょっとこっちに引きつけ、あ、無理。これ出口出たらいいんじゃない？あ、いや今違うな。音から察するに今僕の真横にいるんで普通に出ればいける。行こう、来い。よし。あ、で巻いたんじゃねこれ。でここでうまくするとですね、やつを負けますね。あ、はい、吉江さん引っかかった。あ、吉江さん引っかかったな、これ。よし、行こう。あー、なんかなんか木とか、綺麗になってる気がするな。これは何？マリモ？なんかあれも、あれ？何の？あった。何これ？これ何？全然何かわかんないんですけど、降りまーす。で、あとは、行ってないとこはどこだ？あ、そこだ。ここの横の道の奥に倉庫があって、これ橋ですよね、さっき歩いた。で、この先に倉庫みたいのがあって、そっからですね、ドアがバーンって開いてすぐ出てきます、顔が。でもそれは普通に避ければ問題ない。あ、ほら、あそこがね、開くんですよ、バーンって。避けたの？え、避けた？あ、避けたっぽい。くそ、変わってんな。これはアイテムですね。やった、やっと2つゲット。こっち何？あ、なんかある。またこれか。これは何なの？っていうか皆さん、さっきのここ変わってましたね。僕ね、おかしいと思ったんですよ。あの距離まで行ったらもう絶対バーンって出てくるはずだったのに出てこないから、これはなんかあるなと思って、ちょっと確認したんですよ。確認っていうか、ちょっと待ったんですよね。そしたら、あ、なんか今いた？案の定ですね。ああいうことになってました。で、最後は迷路だな。ただ最後は迷路だなと言っても、アイテム足りないんですよ。あの四角い箱みたいなやつ。あれ何でしたっけ？電池かな？鉛蓄電池。で、あの丸いのはタイヤですよね。あれ？待った、ここにね、道なんてなかったです。僕ね、覚えてます。どんだけね、このゲームやったと思ってるんですか。で、こっちに行くと、ここにタイヤが、ない。え、電池は嬉しいけど。で、あいつが出てくるはずなんですけど、出てこないね。で、ここでいつもこうやって巻いてたんですけど、また新しい道ができてますね。何この道。この迷路広くなってんの？マジか。こっちなんですか？ここ何？ここ何？なんで突然レンガとかになってんの？うわ！あ、びっくりした。何？音楽かな？うわぁ。なんかこっから音変わんだな。ほら。はい、クリアリングしまーす。はい、OK。ちょっと待って、どっち行きましょう。こっち行ってみます？え、待って、ファンは行ってない？行ってないか。あれ、行き止まり？違うな。電池がちょっとなくなってきますね。あ、何ここ。上登っちゃったよ。うわー。クリアリングしますよ。クリアリングしますよ。下下がんの？上がって下がんの？意味ないじゃん。せっかく上がったのに。よし。あー、広い。もう道を覚えられてない。あー、どこ、これ。あ、いや、どこだし。う、あ、あ、お、お、お、あー、これ何？謎アイテムと電池を見つけました。これ絶対死にますよね、落ちたら。何ここ。戻ります。この道は一本道だから多分大丈夫なはず。でも途中で出てくんのかな。あれ、一本道じゃない。あ、一本道か。そうですよね。
ちょっと待てよ。なんかアイテムの配置が変わったとかそういうアップデートじゃなくて広くなってる。え、これどっちだっけ。あれ、こっちから来たんでした。あ、こっちから来たんだな。よしよしよし。だから今度は右側に行ってみますよ。あ、あれ、ここ行ったのか。あー、びくそ。ちょっと待ってください。こっちにも道ありましたよね。こっちは何ですか。あ、あ、ここあれか。ここじゃないな。でこっちかな。こっちですね。下る方。ちょっとクリアリングしていきましょう。ちゃんと。このゲームね、あれなんですよ。一般的なね FPS とちょっと操作方法が違うんで。あー、なに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 。あ、下に降りてきたのかな。大丈夫。ここあそこですね。上から見てたとこですね。これ多分落ちたら死にますよね。僕確かめるほどそんな時間はないんで。あ、アイテムある。あ、タイヤだ、やった。でもあれですよね、あの経験則的にタイヤを取ったら絶対なんか出てきますよね。後ろからあいつ来るとか。取りますよ。なんでやねん、何これ。何これ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 。どうすんのこれ。逃げんのずっと。ここでターン、ほらターンして戻って脱出。でも奥もありましたよね。あいつどうすんの。ああ、あいつどうすんの。ずっとついてくんの。足音してますもんね。あれ、こっちで合ってます。なんか違う気がする。あー、やべ、しくった。あ、巻いた。足音してるな。でも、え、巻いた。なんか巻いた気がする。こっちじゃなくてこっち、こっちだ。よっしゃ。ただアイテム足りねえよ。ここはどこだ。ここは巻くとこだから、あ、こっちに行くのか。あ、やべ、電池ねえな。でもこの迷路に戻、あれ、あ、戻ってきたな。この迷路にもともといたやつはどこ行ったんですかね。ってことはこっち。ああ、ちょっと待った。あれ、知らない。あれ、何これ、知らない。何これ、知らないんだけど、バグ。どうすんのこれ。バグ。それともこいつは敵じゃないの、ペットなの。あれ、逃げられたないこれ。あ、ただちょっと道に迷って、あ、出た出た。あれ、バイクない。あった。あいつ来てるんですかね。振り返ってみたいんですけど、振り返ってみましょう。あ、来てる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 けど、1個ガソリンがないんだよな。あれ、ガソリンか。どこにあんの、ガソリン。っていうかもう電池ないから、吉江さん来ちゃいますよこれ。無理だよ、もう電池なくなりますよ。もうういこいつは何なの。うい、あー、電池なくなった。これ絶対来る、絶対来る。来ますよ、下から。吉江さん来ますよ。皆さん注意してくださいね。吉江さん下から来ますから。吉江さんあそこにいるけどワープしてくるんです。気をつけてくださいね。来るなら来やがれ。あー、来るかな、もう来るかな、来るかな。なんかあんま怖くなくなってるな。はあ、疲れた。はい、というわけで恐怖の森増殖なんですね。
アップデートされてます。結構変わってますね。ガソリンをどこ、ガソリンがどこにあるのか分かんない。でもあれかな、あのタイヤを取った場所で多分まだ奥に行けたんで、あのこういうやつを振り切ってまた行かなきゃいけないんでしょうね、あの迷路に多分。このおまけも見てみましょうか。何これ、オープンファイル。お、あれこいつあれじゃないですか、あの迷路で追っかけてくるやつ。名前あったの。お、すげえな、すげえ顔。須藤って誰ですか。あ、ノーファイル、なんで。おお、こいつあれじゃないですか、ストレンジャーギャグだ。須藤蓮ストレンジャーギャグだ。吉田と同じ高校の3年生、美術部。マジか。おう、プリケ2、後ろだ。気分屋。吉田とは美術部員同士で、あ、吉田さん美術部員なんだ。大宮の運転、あ、なんか映画が出るからストーリーみたいのがもうちょっと詳しくなったのかな。こいつ何、こいつ、あ、ユーマだ。未確認生物ですね。いるとかいない、 いました。際どいショット、何これ。はい、おお、ファイルがない。おお、ない。おお、吉田さん、なんで横なんだ。あ、1枚飛ばしたのかな。温厚な性格で押しに弱い。マジか、吉田さん押しに弱かったのか。狙い目ですね。お、すごい下から。ひょんなことから大宮須藤と森に入り、吉江などと遭遇。知らぬ間に大宮の車を破壊され、嵐で帰り道が断たれる。その後森に潜む何かに背中を刺され、重傷を負い、逃げ込んだ小屋のロッカーに隠れる。あ、あ、あ、でも死んでるんだな。死因は出血多量。なるほどね。だからあの出てくる吉田さんはまあ霊みたいなやつなんでしょうね。でもいい人なんだな。くそ、木村義江さん。あ、義江さん木村だったんだ、名字。っていうか元は人だったんですね。福井大学2年生アウトドアクラブに所属。2007年にこの森の洞窟内に仲間と探検に出かけ、その後消息を絶つ。で、その後これになっちゃいました。はい、というわけで、あ、戻りましたね。リターンタイトル、はい、というわけで皆様ですね、恐怖の森がアップデートされました。結構変わってるので、なんか結構いけるかなと思ってたんですけども、全然いけなくなってましたね。はい、なんとかですね、ガソリンを探して脱出したいと思います。ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。作者のカズさんですかね、映画化本当におめでとうございます。あの、もう絶対にアップデートしないでくださいやらなきゃいけないんで。というわけでありがとうございました。恐怖の森増殖でした。またやります。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。